4人なんだっけ？違うよね。モンタさんがいないのか。うん。モンタさんまた帰ってきてないよ。まだ。じゃあ、アイコスでも吸ってようかな。あ、来た。俺もタバコ吸おう。え、ここあれですか？このパーティー、喫煙者多いんですか？多いですよ。イモリさんもバンバンですからね。いや、待って。私、生まれてから聞かせたことないんだけど。2人しかいないでしょ。たくさんと俺しか言ってもない。イモリさん吸わないの？え、吸わないの？そう、目の前にね。イメージ的にね。酒飲んで、タバコ吸って。やめて。たくさんのイメージでしょ。酒飲んで、交通事故を起こして。それどっかのメンバーじゃない？そう。でもあれひどいね。アルファードかベルファイアの自転車激突映像。前もスピードで、よくあのチャリの女の人、怪我くらいで済んでよかったですよね。あれ死んでてもおかしくないけど。おかしくないですね。うわ、最後で最悪。まさかの最終ファベーラですか。抜けたいくらいだ。もう、大統領選に行くしょ。ここあれですから、三森さん。好きな人が誰一人いないマップです。あ、そうなの？人気マップ。うん。めっちゃ人気なくて、削除されてたんですよ、マップとして。それが、なぜか今期から復活しちゃったっていう。いらないよ、このマップ。え、別に全然いいけど。もうどこのマップも分かってないから。いいと思う？本当に。やってみたら分かるで。分かってきたら分かりますよ。もうちょっと。クソマップだっていうのが。いや、そんなね、なんていうんですか、先入観でものを見ない方がいいですよ。これ好きな人は好きかもしれません。そうだよ、このベラ好きな人いるんですかね。この雰囲気が好きみたいな。あ、雰囲気はまあ、地球の裏側ですからね。地球の裏側じゃない。ちょっと飽きやすい壁が多いけど。こういう街の雰囲気がちょっと。ここブラジルですから。ただここ夜花火うるさくてやだ。え、あ、そうなの。ボンボンでね、花火が。あ、ゲームの中に。ドローンが爆弾を発見した。花火の音うるさくて敵の音聞こえないんだよ。あ、いいじゃん花火。そもそもフラッシュがいますわ。って普通に花火上がるんだね。すごいね。いや、普通には上がってないんじゃないですか。どうなの？毎日課のようにてか、決まった時間に花火上がるわけじゃない。あと10秒。半回？これもしかして。いや、違うよ。下です。下だ。うん、1回。バイカーベッドルームと、もう1個、その。ディフューザー確保。爆弾を見つけたら移動して爆弾を解除しろ。一回バイカーベッドルームこのはしごを登っちゃダメなんですよ。この目の前のはしごあるじゃないですか。これがまず危険なはしご、やられる可能性がある。登り分かってる人は、これ狙ってくるんですよ。この登り切った来た。いやー外か下から、ね、でもここ外と。そうなんですよ。なんかよくわかんないでしょ。どこが中でどこが外でとかって。まあ、面白いけど。フラッシュポイント B。近い。カプカンとウェルカムマットと有刺鉄線が壊れたから足元気をつけてねみんな。多い。リージョンも B。 奥いんのかこれ。誰か寝てた。ちょっとアイコス吸いたい。え、あ、間違えた。カツに吸いません。おう、やばい。あー、やばい。オッケー、ありがとう。行くな。よく喫煙さん、ナイス。それ一人やったけどごめん。
おお、ナイス、キツネさん。時間差、クラスターチャージ、なめるかな。あー、ごめん。ナイス、キツネさん、ナイス。わ、三森さん、もう入ってるやん。敵部隊を排除しました。キツネさん、ナイス。え、何でやったの、キツネさん。クラスターで、インジャしてたの。クラスターで、あー、インジャしてたのか。うん、なるほど。いいポンポンでした。やっぱりスペッツの謎はいいね。使いやすい。皆さん、アベイラはポンポン天国ですもんね。うん、そうなんだ。補強があれなんですよ。足りないんですよ。どうやっても。うん。抜ける壁が多すぎて補強が追っつかないっていうマップなんですこれ。ちなみに、あの、俺があんな、クラスターチャージしたんで、ヒューズ気をつけてください。来ますよ。仕返しが怖いです。仕返し。ああ、そういうことか。仕返しが怖いです。いや、もう、ファベーラはポンポン結構いるから。爆弾を守るしか。ここもいると思って間違いない。もう足りないですからね、ここも。どうやっても。ここもほら、ここ1、2、3、4枚。デバイスを使う。ドアに注意。わらせと注意しろ。突入まで10秒。ここもね、閉めるか開けるか迷う。なんか来た。あと5秒。爆弾の位置は特定されていない。通してくれ。通してくれ。通して。この上から来るよね。ここから来るかも。注意しろ。たくさん。この上ね。押しかけるんですよ。ポンポン。うん？何これはわかるだろうな。ここ見ないですよ。ここ？うん。ああ、どしどしたか。どこにでも置いとくか。そうなんですよ。これ絶対ダメですよね。これよくわかんないね、このマップ本当に。難しいんですよ。入り組んでるし。で、三森さんの真上？やばい。落としどなんで、でここ開くん。インがいますよ、インが。ちなみに、イモリさんの後ろあるでしょ、ここ。うん、ここも、もう外なんですよ。あ、上にいる、3階にいる、3階。そうそうそう、危ない。もし、こっちから来られたら。どこも危ない。ブラジルおじさん。ここ階段あるでしょ。ブラジルおじさん入ってる？あ、洗濯降りてきて。敵につけられている。一人やった。ナイス。あー、くそごめん。あ、誰か撃ってる。あ、俺のところジャッカル。足跡追跡された。頑張って、ミモリさん。二人、ここ二人。二人。これ、モンタさんの、モンタさんが見てるとこ。モンタさんのカバー。モンタさん見てるとこの、うん、先を見てあげて。こっちから出てくる。グラズがいるから。ここ、うん、そこにいる。そこにいる。あー、股間壊してきたわ。あ、いた、ごめん。あれ敵壁向こうの人撃て押し あ, ー無理 あ, ー無理あー三森さん一人かもう撃ち敵部隊がバあの場所だよ撃っていいよああナイスナイスってナイス撃っておお見えないんだけどいけるワンチャンいけるなんかいっぱいいないいや4対1でしたからね今ね三森さんいやもう明らかにねこれ悪役ですよ向こうがっていうひどいことをするここね防衛が大変なんですあ防衛1回でも守りきれれば、うん、勝てる可能性が相当高い、うん、どうぞ取ってください
何かな。取らないならもう一度取ります。おい。いや、そういえばヒューズいなかったっすね、敵に。ああ、意外です。そういう意味では意外でした。仕掛けるかと思ったんだけどな。これはもしかして3回か、やっぱり。一番守りにくいと。3回大変。そこ一番クソポジ。ただリスキルだけね、気をつけなきゃ。突入まで10秒。ここすごい多いですからね、リスキル。こっからでも狙ってくる。ディフューザーを取り戻した。爆弾を発見した。移動して爆弾を解除しろ。怖いなぁ。もうこの時点で怖いな。私ピンクの方見てきますね。あ、開けた方がいいか。開けないとダメよ。開けに行った方がいいか。とりあえず開けやすそうなとこ開けときますね。プレッシャーかけるのに。あ、焼かれた。マジか。カメラ壊した。こっちも焼かれるな、じゃあ。ナイス。ナイスポンポン。ナイスんだい。ナイスです。日陰で開けましたね。お、上？いないか。あ、いた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 。まだいる、まだいる。え、なんか。あ、上やばいんだ。ナイス。あ、違う。やったやった。はい、ナイス。うん。あと一人。リフューザー確保。来たかもしれない、あと。あ、ちゃあちゃあ、ここじゃね、奥行った。来た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 。階段。え、なになに、誰？階段に入場って誰？あ、ごめん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 。あ、ナイスナイスナイス。おー、ナイス。これがいやらしいやつの戦いですよ。すげーすげーさん。俺が思ってたね、キツネさん。俺が使うとこういうやつですよ、時間差で。えぐい。今燃やしてるし、もうえぐい。やっぱね、仮装してあげないと。あ、そっか。証拠残らずようにね。3回はきついな。今度こそユーズ使ってくるかな。さすがにね。あそこまでやられたら。何人持ってかれたかな。あそこまでやられたら。もし3階なら上全部張らないとダメっすね。3階上張らないとダメっすよね。上張って落とし戸開けて、うん、そうですね。守んないと。それしかないっすもんね、守りようが。2階に補強しちゃうと守れん、上どれか開いちゃいますからね。さっきみたいにって言ってれば、これみたいにヒューズ使うのもありだし、グラスで抜くのもありになっちゃうから。とりあえずここ外だからね。ここ外、ここ張っていいかな。外かどうかはあれなんですよ。殴ってみればわかるんですよ、チームさん。あ、そ、外って敵部隊が爆弾を破壊して、外の外なんだけど。どこだろう。どうどうどう。おっと、ごめんなさい。10秒前。どんどんか行ったな。俺の具合がセットする。このビリっていうのなんか、あれ、これって触っちゃいけないやつだったの。敵部隊が爆弾を発見。光線に備えろ。皆さん注射お願い。はい。どこだ。注射したい。注射。左手。
さすがにどこだから。白っす。押せばアルバムを押すだけ大丈夫。白。来てるよ。白。来てるよ。あ、違う。ごめん、間違えた。あれ、R1 だよね。こっからうん、R1。あ、違う。自分の位置だ。NW、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 マジで？あ、これで撃てばいいの？撃っちゃっていいの？ナイスー。これで？これで大丈夫？あいつ。なんだっけ、あいつ。マヴェリックやった。マヴェリックやった、ナイス。あ、違う、間違えた、そうそう、違う、あ、ごめん、あ、違う、あれ、なんで武器がこれになったの、どうしよう、武器変えた、あかん、これはあかんわ、あ、ナイス、ナイス、やっと、操作覚えるのもまだ必要な、サクレさんの左で、ナイス。お、これはいいんじゃないですか。お、あ、こっち。あ、こっちか。どっち？外、外、外。そう、了解。あいつ、ジャッカル、ジャッカル、ジャッカル。よし、OK、ない。ミッション成功だ。よかった。めっちゃ来てたわ、女の人から、アホみたいに。あ、ありだ。いつすぎんご。やった。いい睡眠になりますよ、これは。いいっすね。うん、今日は熟睡ですね、これ。いい夢見れますよ。井森さんね、井森さんに当たってないな。めっちゃ井森さんにポフンってなった。アナちゃんの夢でも見て寝ようかな。アナちゃんの夢でも見た方がいい。絶対違うと思う。絶対違うと思う。違うと思うけど、絶対違うと思うけど。七王子。そう。やだな。青ひげ同士じゃんそれ。たくさん見るならね。青くなっちゃうんだ。いやもうすごいですよ。今見せてあげたいくらい。すごい。こう触ったらジョリジョリするのかな。こう。あのあれですね、昔の。泥棒みたいな感じですね、これ今かぶりして今、シャベ送りますか？本当にエビスマルみたいな感じですね。口元だけ。エビスマルってあいつヒゲじゃなかったでしょ。あれヒゲじゃなかったでしょ。あいつはあの布みたいなやつをかぶってましたね。とっかぶりの布か。そう。ちょびひげにしたいんですけどね。さすがにちょっとな、会社で怒られそうだし。なんだちょ、そのちょびひげは。いいじゃない。ちょびひげね、似合う人と似合わない人いるからな。ちょびひげ似合う人いるんですか？チャップリンしかいないじゃないですか。似合う人。似合う人、小五郎とか似合ってるじゃないですか。ああ。絶対ね、一発で顔を覚えてもらえそうで。ですよね、ちょびひげ。ちょびひげね。でもあのちょびひげはどうなんだろう、印象が。私ね、ちょっとね、顔が整いすぎてるんで、ちょびひげでね、こう、崩していかないと。おぉ、いってきたよ。近寄りがたいらしいんで。いってきたよ。ね、外人の血が混じってるんでね。おぉ、そうなんだ。行ってきたよ、行ってきたよ。いや、実は本当なんですよ、これ。あ、そうなんですか。え、どこ？あの、うちのお袋の、うちのお袋の方の家系がね、外人一人混じってるらしいんですよ。混じってるらしい。待って、らしいって。怪しくなってきた、怪しくなってきた。で、あ、それじゃあ私もと思ったら、うちのお袋は、そこの、あの養女なんですよね。だから血つながってないんですよ。え、待って。関係ないじゃん。関係ない。なかなかのカミングアウト。お袋なんか農家のとこからの養女なんで、あの農家の血は引いてます。いいね。もういろいろガバガバだな。そう、田植えしますぜ。田植えいいね。じゃあ寝ますか。ありがとうございました。またよろしくお願いします。またお願いします。いつでもまた来てます。生産。
来てください。いやいや、もちろん、僕、もともと出身がここですから、原点ここですよ。今、ちょっと、声聞かないと寂しいですわ。あとね、ちょっとほっとしたでしょ、僕が勧誘して、うわ、持っていかれんじゃないかなって、大丈夫ですよ、いいファンがいましたから。いやいやいや、持っていかれるっていうよりもね、その人がね、そっち行ってね、楽しければもうそれでいいですから。もしね、入ってくれたらね、あの後からね、入ってくれたら、あのこう左腕か右腕をされて押さえて、持っていかれたーっていうセリフでこう言ってもらえると、分かる人にしか分からない話になるんで、はい、いやー、でも本当に、またよろしくお願いします、中年部隊、こちらこそ、行きますので、はい、お疲れ様でした。